ピキン。せーの、こんにちは、ハピキン兄弟です、はい、今日はママにゲーム隠されたやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。前回は20日目までやったんだよね。うん。で今回は21日目から始めよう。今日クリアできるといいね、シリーズ1ね。これママがさ、何、破天荒っていうのかな、うん、破天荒を越してるよね。もうそう、部屋の中にさ信号機設置してバイク走らせたりとか、あと象をさ出現させてうんこさせたりとか。ほんとそう、うんぴーの中からゲーム出てきたもんな。あれやったらもうちょっとゲームやりたくなくなるけどね。もう触りたくない、除菌シートで拭いてもやってやんねえよ。ねえ、ほんとだよね。うん。誰これ、妹？妹かな、お姉ちゃんの可能性もあるけど。背高そうだね、確かに。うん、ちょっと大柄だね。ラジカセがある。うわ、これ。さあ、財布はね、トラップだと思うよ。そうだよ。前だけ財布取ったら警察が現れたからね。そう。CD をゲットした。これはね、音楽をかけよう。ピーパッパッパラポ。パッパッパラ。意外と老けてんな、この人。老けてるね。妹がこんな老けてたら嫌なんだけど。ちょっとダサい感じだね。ね、やば。あ、ハート一緒に。あ、今だ。そうだ、そうだ。いいね、いいね、いいね。敵がママじゃなくて妹っていうのもちょっとな、敵が増えた感じがする。グルだね、きっと。うん。どうしよう、もうネクタイの裏とかさ、体中。体中を全て。ひっくり返すとか。あ、間違えた。体中全てを触ってるね、今。触った、触った。なんか変な発言だけど、かくまなく触ったよちょっとなんか、うん、どこだろう。あ、何、ちょっと右上を見て。あマジか、ゲット、ありがとう。机開けるよ。開けて。あ、せわしくん。せわしか、せわしが金属探知機なんだ。ブス、せわし。いや、ブスとか言うな。何にも置いてないよね。これ調べるんじゃない？あ、赤。あそこにあるんじゃない？あ、ママ。ああ、どんな家よ。リフォームしたら多分1億5000万ぐらいかかるんじゃない？1億5000万。そしたら買った方が早い。早いね。こういう家を。新築をね。今度セワシから金属探知機。そもそもセワシなのかよ。確かに。セワシから金属探知機もらえます。で、これはきっとダメなんだよね。それママだな。うん、あ、黄色。お、あ、ゲームだ。トゥーゲーム。イエス。イエス。なんか急になんか、モードが変わっちゃったね。電子レンジ。ピザ、冷凍ピザと、生卵ゲットした。あ。で、このピザをビスマルク、生卵を乗ったピザとして焼くんじゃない？あ、卵どこ行った？あれ？消えたぞ。なんで隠してるだけじゃん。これは物語仕様だ。あいつに食わせんじゃない。そうだね。あ、チンしてあげるの。優しいじゃん。冷たいからね。思想濃度になっちゃって。冷た。食べたよ。優しい顔になったから触る、うん、お、おめでとう。卵はダミーだったんだ。表情変わった。変わった、ちょっと笑顔になった。あ、そっか。真実の顔が。何、3分の0、間違い探しってこと。そう。時間は一緒。お、靴下履いてない。うんうんうん。あとライトのね、うん、傘の部分が。お、開いてるのと開いてない。そう。間違い探し、うちらの得意分野だな。壺の。あ、違う。あー。丸と四角。おめでとうございます。ってきた。ダーツ。前ママを狙おうとしてたもんな。うん。ってことは黄色い、このダーツの黄色い出さなきゃダメだよ。だよな。ないけど、これ前回これ髪の毛、壺に入ってたの髪の毛だと思ったら、うん、蛇が入ってたよ。蛇が入ってた。だからダーツの矢でぶっ刺そう。 お、 お、黄色ゲット。結構残酷なことするよね。でも今蛇逃げてったから生きてるんだよ。そうだ、ね、でも蛇逃げた時もダーツの矢刺さってたよ。かわいそうに。行け、あとで引っこ抜いてあげよう。お、ゲーム。よっしゃ。無ゲームだ、無ゲーム。無ゲームって何？火だ。火だね。これは、
あ、氷ゲット。あ、みかん。じゃがいもな。じゃがいも。じゃがいもとオイル。あ、ママがいるよ。ママがスマホ見てるのかな。あ、火が出るよ。ポテトをあげる。あ、あれだとできるんだ。じゃあママにあげてご機嫌取りをしよう。そうだね。全然ご機嫌取れてないけどね。何も起きないね。食べてほしい。で、あ、あ、何？座布団ゲットできるんだ。そう。だから座布団をゲットできたから。ママを起こすのかと思った。あ、これで？うん。ポテトあげたんだからさっつって。何もできないみたいな。そうだね。油も。やめろ。油だ。でこれで油だから水を使うのはダメだから。うん、これでいく。布をかぶせてチンカだ。え、かわいい。なんで顔赤いんだろう。初めてママが可愛く見える。でもなんかやあんな日火事を起こすような感じでさ、うん、座布団消してあげてよって言ってこんなピースでさイエーイとかってやってくれたらさ、うん、自分たらちょっとうんと思うかも。引くね。うん、あった。これでクリじゃないもんね。ママのお尻の下に隠すってさ、ひどくない？絶対取れない。ご飯茶飯だといいんだけど。飯もうさ、すがるわかめご飯にしなよ。日本で茶飯流行るんじゃね、そろそろね。なんで流行んないよね。ね、結構茶飯って言ってきてるもんね。言ってきてる。でも全く流行ってない。不思議だよ。なんだと。多分みんなね、茶飯の存在知らないんだ。どんな味なのあれだっけ。茶の味がするんだっけ。え、何味だろうね。何味なのあれ。とにかく本当に茶色いもんね。うん。何個目だ。6個目。よし、あと1個ヒント見よう。あ、あ、あり。これ触っていいのかな。触ろう。マジか。わかんないよ。これはひどい。7個。いでよシェンロン。願いを叶え。鮭だ。鮭がゲームを生む。いくら7個から1匹の鮭だって。いや本当だったら いくら1匹から鮭1匹だけどね。そうだよね。うん、あ、風船だよ。野球選手、ボール、ボールを投げて、うわっ、頸椎が、頸椎ってどこよ。もう分かった。俺がよく押し入れに閉じ込められた時にママにされしたこと。最悪、コンプラ。このバットをドアノブに引っ掛ける。そうだよな。なんか野球行こうと思ったらバットなかった時あったもん。けるそんなことが。よっしゃ、ゲームゲットして。ゲームゲットして、イエーイ。よし、32日目。え、あ、なにこれ。お、え、やば。3年、1000日目。うわうわ、デブっちょい、デブオタ。やば。あ、引きこもりになったんじゃない。これは、ね、めちゃめちゃカップラーメンがいっぱいある。ゲームいけないそうな違うから、ゴミ片付けてあげるか。1000日じゃん、うん、よくカップラーメン1個で生き延びたね。確かに。トイレどうしてたんだろうね。確かに。じゃあゲーム取ろうよ。ゲームすることがゲームオーバーになってる。1000日経つと。ああ、もう太っちょだからな。兄貴もやっちゃって。やっちゃうよ。こんな可愛い坊やだったのに。ゲームやることがゲームオーバーになるってことは、今までゲームオーバーになってたことが今回のクリアの条件。なんだと。だから私たちは、そうだ、わかった。このちっちゃい画面だけに閉じこもってないで、外の世界を見ろっていうことだ。そうです。ママ、あ、なんか、ね、あ、でも笑ってる。女神に見える。デブッチョの僕。お、幸せな家族。なんかちょっと混じりたくないけどね。千日越しに家族と会えたんじゃないね。もう千日も何もさ、うん、バット一つでさ、ドア開けてくれなかったらもう嫌われてると思うよね。確かに。脱出成功。おお、やったぜ。シーズンクリア、おめでとうございます。ありがとうございます。これはパパは出てこなかったな。そこは触れちゃいけないとこなのかも。なるほどな。でこのさ、妹役の子がちょっとさ、サバ読んでる気がするんだよね。うん、なんかね、この服とこの髪型がすごい違和感ね。若すぎるけど実際老けてるよな。
多分実際32ぐらい32で下手したらこのさ僕よりもさ背高くね、高い、なんかちょっと気になるね。でこの僕はもうちょっと健康的にしてほしいから、うん、運動させよう。そうだね。で前がちょっと細すぎたけど今はちょっと太りすぎだから、確かにパーソナルジムとか行くのをおすすめするかな。筋肉つけて基礎代謝を上げて痩せやすい体にしよう。そう、でママにはね道徳を教えてあげたい。道徳ね。そう確かにそうだよな。だってバイクで引かれたりしたもんな、ママのせいで。そうそう、状況によっては人と隣り合わせだから。確かに。でじいさんは、うん、まあ、じいさん特にもっといっぱい水飲ませてやろうたくさん取りに行かなきゃいけないじゃん。デジャブだねで女の子はまきびし巻いたら嫌いなだけじゃんそれ外の世界を向かおう。向かいましょう。ということで今日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。太っちょにはなりたくないよと思った方、太っちょを持ち上げたいよと思った方、どちらもチャンネル登録、高評価お願いします。ではまたねー。